尾崎豊さんの逸話とかあります？尾崎さん、はい、あります。尾崎豊さんはね、僕の1つ、2つ上なんですね。ちょうどやっぱり当時の企画君とか尾崎さんとかが、すごいわっと新しい時代を築き上げていくんですけど、実は尾崎さんと何度か飲み当時行ってまして。はい。なんか仲良くなりそうなイメージ全くない感じですけど、すごい丸い人と尖ってる人の。ところがですね、全然尾崎さんそんなことないんですよ。あ、そうなんですか？尾崎さんすごくもうカリスマですし、当時も15の夜とかも全然歌って、バリバリの頃ですけども、で、共通の友達もいて、よくカラオケにも一緒に行かせてもらったりとかして。尾崎豊カラオケ行くんだ。尾崎豊さんのカラオケ、これもひろきさん軽く言わないでくださいよ。尾崎豊の15の夜をカラオケで聴いたら死にますよ。カラオケで歌ってくれるんだ、すごい。カラオケで歌ってくれるんですよ。それも本域で、尾崎さんは本域で歌いますからね。15の夜をカラオケで。当時、